うん、そう調理師免許一応持ってますけどでもあの高校で取ったっきり別使ってないから持ってるだけやね本当に所持してるだけ調理師免許持ってると何できるの調理師免許って持ってると何ができるの俺も知らないわ調理師とは食品の栄養衛生適切な調理法などの知識を持つ料理のプロらしいよ、まあ、料理のプロ まあ一応、まあ、あのーまあ、持ってるんで、まあ、料理の、まあ、プロらしいですねえ受験にかかる費用はおおよそ6000円前後合格率はおおよそ60%比較的受かりやすいというそんなこと言うな、まあ、60%の狭き門を通ったとそして料理のプロになりましたはい 調理師がが働ける職場には様々なところがありますレストラン、病院の食堂、えー、介護福祉施設、俺の友達にね、介護施設の宅配のお弁当を届ける仕事をしてる人がいたんだよ。めちゃめちゃ儲かってたよ。介護だからもう ずっといるわけさ、さ固定のお客さんがだからお弁当屋さんってもしやるとさ売れなかったりするじゃんでもあの宅配宅配でお弁当を持って行ったりご飯を作ったりのってマジで儲かるみたいな感じでずっとやってる友達はいるそうそうしかも一人でやってんだよね40人分ぐらいを毎日その人は任されてめっちゃ給料良かったちなみにどうなんだろうね俺ぶっちゃけ3年間調理師学校行って調理師免許取ったけど 俺の脳みそでで受かかるぐららいだだマジジイージーだぞまあ勉強の方は結構おもろい数学とか国語とかじゃなくてもうマジでなんかまんまああの役に立ちそうな知識を教えてくれるからおもろいよ調理師免許は。 発注の仕方とかも教えてくれるから。食材1個が 100g のものがあるじゃん。で、その 100g のものを使うときに何 g 排気が出ます。皮とか食べれないところとかで何 g 出ますみたいなのも計算して発注したりしないといけないし、そういうのはね結構、なるほどねと思いながらいけた。で、勉強も結構簡単。割と簡単な方ではあった。俺が合格できるぐらいだからね、簡単ではあったよ。 まあでもここ書かれてるけど別調理師免許なくても料理認定できるんだよね実はこれほんまにあんま言いたくないんですけど別この世界って。 調理師免許って持っててフグの毒抜きぐらいじゃないだ調理師免許持ってなくても料理できるから別調理師免許を持たないといけないっていうのはないね。でも調理師免許を持った時にできるのが学校の給食センターで働けたりあとは何だろうあのお寿司屋さんちょっと高めのお寿司屋さんとかも調理師免許ないと入れたりしないしだそういうところかなそういうところで働くまあ言ったらホテルホテルとかのコックさんとかになったりもうああいうのは多分調理師免許持ってる人じゃないと多分入れない からだから多分そういう飲食店をやるときに雇われる方になったときに有利になるんじゃないでも結局あの自分でやっちゃえばあの調理師免許なんていらないからであれだよねだから調理師免許持ってる人がみんな自分の店を持ちたいってわけじゃないからねでも多分今や,ろやれって言われても俺多分何もできないと思うな普通にいろいろあるんだよ中華中華も学ぶし日本食も学ぶしと洋食も学ぶからね調理師学校行くと。 1>, 1年目の時養殖だったら、なんかソテーだの。え、違う。日本食か、1年目の時。出汁取ったり、卵やったりしたね、1年目の時は。きゅうりとかやったり。で、3年、三年生の養殖が一番むずかったね。 そう日本食はなんか大体ね見た感じでできるのよなんかかつお節だの昆布だのってなんかまあ大体わかるで中華も大体わかるじゃん中華はもう技術の方が必要だったね中華は養殖ね結構難かった皮の剥き方だのブイヨンブイヨンってのがあるんだけどあの鳥の首鳥の首根っこを 入れてスープ作るみたいのがあるんだけど、その日本食に比べて入れるものが多い、ローリエだの。入れるものが多いし、横文字だから、覚えるのが難かったね、洋食は。あと、フライパンとかも種類がいろいろあって、難かった、俺は。そう。で、あのー、3年生になったらオムレツの試験、えっ、ー、と、じゃがいものシャトー向きの試験とかあって、結構俺はまあ洋食が難かったな。一番楽しいのは中華だったね、2年生の頃の。 チャーハンとかの試験とかいろいろあるんだよ。そう、洋食はマジでね、名前が覚えられないね。全然覚えられないね。